鉄道模型、依存症にならないための収集ルール、白ウサギもこのルールで決まり、緊急告知、アザラシがついにチャンネル侵略か。こんにちは。皆さんは鉄道模型趣味を始めるにあたり、収集する自分なりのルールって決めていますか？鉄道模型は一度車両を買うと次の車両が必ず欲しくなるという依存性の高い趣味です。価格が安いものならまだしも、車両すべてが高価なものであるため、この趣味の沼に陥ると家計破綻という最悪の事態になりかねません。残念ながら大富豪かよほどの資産家でもない限り、鉄道模型を衝動買いすることなど夢のまた夢だと思います。でも実際に大富豪とか資産家の方って、鉄道模型は買わない気がします。そういう方の趣味って、だいたい美術品、アンティークの収集とか高級車とかで、鉄道模型を趣味とする人あまり見たことがない気がします。なぜでしょうか？まあそれはさておき、我々のようなお金持ちではない鉄道模型趣味者は、依存症防止のためにも収集ルールは絶対必要であると思います。これらの内容について、過去に白ウサギ総合車両所131にてこのテーマを取り上げました。これまで白ウサギの鉄道模型収集ルールは、首都圏の JR、 私鉄に絞り、歴代の車両から現役の車両まで集めていました。特に地元や好きな鉄道車両である東武鉄道、東上線タス7社直通や JR 中央本線の車両においては、全車種を集めたいと思っていました。しかし近年の物価高騰で、鉄道模型の収集にも資金面で影響が、首都圏限定と範囲を絞ったけど、首都圏の電車は種類が多すぎる、新しい車両が出れば欲しくなる、そして歴代の車両は増え続ける、そうなると収納スペースもいずれ限界が来る。そこで新たな収集ルール作り、白ウサギが住む地域が首都圏であるため、基本は東京近郊路線図の範囲の JR と私鉄車両の収集をメインにする。東京近郊路線図の範囲外の鉄道の鉄道模型車両は買わない。逆に東京近郊路線図内に入ってくる鉄道の鉄道模型車両は買う。東京近郊路線図内の鉄道模型車両を収集する。私鉄車両は東武鉄道7社直通、東武、西武、メトロ副都心線、東映、東急、相鉄、埼玉高速、都4社直通、京急、東映、京成、北総に限定する。現在実際の世の中に活躍している現役車両を収集することをメインにし、現役車両と引退車両に分ける。実際の世の中に活躍している現役車両が引退したら、模型の車両も現役車両から引退車両に移行させる。移行された引退車両はこの先動態保存車両として残すか、ヤフオクで売ってしまうかに分けられる。そして次のようなサイクルで収集をすることで、実際の車両が引退したら模型の車両も引退、そして本当に気に入った車両だけを動態保存で残す。それ以外の車両はヤフオクで売却し、売上金でまた新たな現役車両を収集する。こうすることで鉄道模型の買いすぎ抑制と収納スペースの確保を維持できる。またいつかは気が変わったりして動態保存車両から売却することもある。さてこちらのコンテナを利用し、車両の区分け整理をしたいと思います。ちなみにこちらのコンテナはカインズホームで購入したものです。加藤のケースがギリギリのサイズで入ります。コミックスのケースなら余裕で入ります。このコンテナに収納した車両は、動態保存車両として残したい車両を入れます。つまり実車が引退したら模型も廃車する、ヤフオクで売るか、このコンテナに入れて動態保存で残すかの選択をしなくてはなりません。
白うさぎは今後も充実した鉄道模型ライフを楽しむためにも車両の収集ルールを決め、このように管理していきたいと思います。